本エビウアメ、学名、ユーコリーダは、南高砂新南高和砂に分類される一、分類群である。エビウアメとも呼ばれる。甲殻類の中では、フクロエビウアメペラーコリーダに次ぐ、大きなグループである。大きなグループたらしめているのは主に10脚目であり、熱帯から極地まで、山間の渓流域から深海まで、種類も生態も多様である。 沖ミメの種類数は10脚目より少ないが、海域によっては盛んに繁殖して、膨大な個体数を抱え、周辺地域の生態系の豊かさに大きな影響を与える。アンフヨーニデス目を合わせると、特に旋回で、種類数と多様性が豊富である。ただし完全陸性のもの、他の生物に高度に依存した寄生をするもの、水深5000メートル以上に住むものは少ないので、 生活範囲は、袋エビ上目よりは狭い。体の大きさは、数ミリメートルのものから数十センチメートルのものまで、差が大きいが、他の甲殻類の分類群に比べると大型である。特に十脚目には、タカア足ガニ、タラバガニ、ヤシュガニ、ロブスター等、足を含めると人間の両手に余るほどの大きさになる、ものがいる。体の構造では、背甲が融合して、頭部、 胸部を覆う、東京港となることが大きな特徴である。また、甲殻類の中では感覚器、神経系、筋肉の発達も著しく、高い運動能力は遊泳や闘争に生かされる。繁殖形態は男性で、メスは交尾後に受精卵を産卵する。卵は海中に放出され、子はノープリウス陽性という形態で生まれ、成長しながら数度の変態を経て、 生体と同じ形態になる。ただし十脚目ランア目では、メスが、話に受精卵を付着させて保護し、孵化する妖精モノオプリウスからさらに進んだ、ゾエア妖精で生まれる。さらに直達発生で親とほぼ同様の形態で生まれる種もおり、これは、ザリガニ類、カーディヌマエビ族、サワガニ等の完全炭水生種に多く該当する。また、 沖ミ目の中にも短期間ながら受精卵を放卵するものがいる。三目が知られるが、暗夫夫にデスメは一家一族一種のみの一重型、沖ミメモニカだけである。内海富士夫、西村三郎、鈴木勝美、エコロン自然シリーズ海岸動物1971年、発行、1996年改定番 ISBN45 億8632万1059。10 三宅さだよし、原色日本大型甲殻類図鑑 IISBN45 億8630万6 2 0百9 8 2年保育者、原色日本大型甲殻類、図鑑 2ISBN45 億8630万639983年保育者日本産生物、種数調査エビュアメユーコリーダハットワームズ、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズユーコリーダ ありがとうございます。